スイッチを開いている場合と閉じている場合とで、違いを確認しておきますね。スイッチを開いている場合っていうのは電気量が一定です。で、電気量が一定だったら、これ電場も一定になる。電気量 Q が一定やから電場 E も一定になってます。まあ、良問の100番とかエッセンスの47ページで書いてあるようなことでございます。一方で電圧は変化するんだよと。それに対して括弧3番。スイッチ閉じてたら電気が移動します。だから Q、E 変化するよ。で、電源の電圧と同じになるまで充電が進むということになると。カッコ1番。まず何も挿入してない状態ですけど、極板間隔 4D で電圧 V0 です。だから、一様な電場ができてます。電池のプラス極の方に、プラスの電気が、マイナス極の近くにマイナスの電気が溜まってると。だから電場はプラスからマイナスの向きから。で、この時の電場っていうのは一応だから V イコール ED の公式より大きさが 4D 分の V0 ですと。まあ、そのような電場が、だーっと、できてると。電場は電位のグラフの傾きと対応してます。だから、こういうグラフを書いてくださいね。例えばここにプラスの電気を置いたら、コロコロコロっと転がる。そのイメージは、電場の大きさと対応してるところね。傾きが、これとこれで対応してると。はい。ほな、次。金属を挿入しました。じゃあ、金属を挿入すると、静電誘導という現象が起こります。プラスを近づけたら、反対が集まってくるっていうイメージ。だから、ここにマイナス。下にプラスが現れる。だからこの部分に逆向きのね、電場ができるんですよ。上向き、上向き、上向き、上向き。うん、だからこの場所の電場は打ち消します。ない状態になる。だからこれって実際極板間隔が金属の分だけクッと押し縮められたって考えることもできるんですよ。だからこの極板間隔 3D。じゃあ電場どうなってますかやけれども、これ金属を挿入したとしても、これスイッチ開いてるから電気量一定でしょ。だから電場も同じ大きさなんです。だから E1 やったらここも、E1 です。もちろん金属の内部は0になってるけど、その下、ここも引き続き E1 という同じ電場ができてます。だからギュッと 3D に押し縮めたとしても、ここにできる電場、同じく E1、同じ大きさになってますよと。電場が同じだよと。従ってグラフを書いてあげると、ちょっとオレンジ色で書きますね。カッコ2番のグラフは、金属が挿入された部分は電場がありませんから、こうですね。はい。で、その傾きが電位なんですけど、ここまでは一緒でしょ？で、ここだけほら、電場が0になるから傾き0にするんですよ、ここ。でも、その後はまた同じ傾き。こういう感じのグラフ。こことここ傾き同じです。これが正解になります。で、このグラフから、なんか直感的に電圧が4分の 3V0 だよっていうのは分かってほしいね。でしょ。完全に傾き、電場が傾きと対応しているから、電場が0のところ、踊り場が全体を4つに分けたうちの1つ分のところに電位が上がらない場所が存在すれば、それは全体の電位は4分の 3V0 になっちゃいますよね。まあ、式で表すとこっちですね。V イコール ED の公式より電場が一緒だよと。だから、間隔 D が4分の3倍になったって考えたらいいんですよね。4分の3倍になったってことは、電圧も4分の3倍になるっていうふうに、まあ一応式として出すことはできるけども、こういうグラフの形から分かってもらったら嬉しいです。まあこれね、似たような問題、良問の105番にもあったんで、もし苦手やな、もしやっといてください。じゃあ次、カッコ3番ではスイッチを閉じますと、電源とつながるわけですから、電圧が V0 になります。だから4分の 3V0 だったのが V0 になるんですよ。だから電気がたくさん溜まるようになります。なんか挿入したら静電容量でかなってるからたくさん電気溜まるようになるっていうのは分かっておいてほしい。電場がどうなるかっていうと電場変化します。どう変化するかというと、電圧 V0 で極板間隔が 3D になったこの状態の電場を考えたらいいんですよ。ほんなら V イコール ED の公式より電圧 V0 で極板間隔が 3D になってるから 3D 分の V0。ね、さっきの 4D 分の V0 よりでかくなってますよね。これ E2。こっちが E1。で、こっちが 3D 分の V0 になってますよと。で、金属の部分がないっていうのは一緒です。で、次ここっすよ。これも、電位は最終的に V0 になるのはいいよね。だって電池につないだから、さっきは4分の 3V0 止まりだったけれども、電池につないだから V0 まで上がるんですよ。
で、途中で踊り場を設ければいいから、これ答えは、この辺が踊り場になってる、こういうグラフになりますよね。となるとよ、こっちと比べて、傾きはやっぱり急になってますよね。さっきより電場はでかくなってますから、このグラフの傾き急になってて当然ですよね。だから V0 まで上がることができたっていう感じです。はい。ということで、なんか挿入したら容量でかなってるから、たくさん電気溜まるようになってます。だから電気、スイッチを移動してます。はじめ、CV0 の電気が溜まってたんだけど、極番間隔が 3D になったのと同じやから、静電容量でかくなってます。このイプシロン D 分の S の公式より、分母 D が4分の3倍になってるから、容量は逆数3分の4倍にでかくなってる。3分の 4C ですから、電圧 V0 をかけたら、3分の 4CV0 溜まってると。ってことは、いくつか電気がこう移動してますよね。その大きさは、通過した電気量は、極番 A の電気量変化、つまり後引く前って計算したら、3分の 1CV0 電気が移動し、それが左向きやね。こう左向きっていうことがわかる。カッコ4番ですけど、今度はまたスイッチ開いてます。で、スイッチ開いた状態で、極番間隔さらに縮めるわけですけど、これも、この考え方でいくよ。金属挿入したらその分極板間隔が狭くなったっていう観点で考えると 3D なんですよ。で、 3D なやつをさらに 2D まで狭めたってことでしょ。だから極板間隔は3分の2倍に縮んでるんです。だから電場が一緒やから電圧も3分の2倍になって、はい、3分の 2V0 になってると。極板間隔 3D で電圧が3分の 2V0 と。で、この状態で、この部分に、誘電体を挿入するんですよね。で、誘電体には、それぞれ、非誘電率、イプシロン R というものが与えられてて、この問題では、2ですと。ってことは、内部の電場が、イプシロン R 分の1、つまり2分の1倍になるんですよね。なんでかというと、誘電分極っていうのが起こります。金属の場合は静電誘導をやって、電気が、反対向きの電気が移動したけど、誘電体を挿入した場合は、異符号の電気が現れる。移動せず少し偏りが生じて現れるっていうことです。はい。その結果、反対向きの電場が少しできて、少し打ち消すと。まあそういう感じですね。で、非誘電率、イプシロン R が2だったら、電場は2分の1倍になります。非誘電率、イプシロン R の誘電体を挿入したら、ここがイプシロン R バーになるでしょ。そうすると電場がイプシロン R 分の1倍になりますね。実際にちょっと出してみると、誘電体が挿入されてない部分っていうのはこれ E2 で、その E2 っていうのは前回出した通り 3D 分の V0 だったんですよ。でも誘電体が入ってる部分っていうのは、これを E3 とすると、これは2分の E2、 この2っていうのは非誘電率の2ですね。だからこれは 6D 分の V0 に小さくなる。で、下の部分は変わらず E2 ですね。はい、これで電場のグラフが書けます。誘電体が挿入されてない部分は 3D 分の V0 なんだけど、誘電体が入った部分っていうのは半分の 6D 分の V0 になってます。じゃあ次、電位のグラフですけど、スイッチ開いてるから電圧が変わりますね。電圧変わるね。あら、まあ、上の、ここからちょっと考えていきますか。この部分の電圧、V イコール ED の公式より、電場が 3D 分の V0 だから、3D 分の V0 かける D やから、3分の V0。ここも同じだよね。じゃあ、誘電体が挿入された部分はって言われたら、これも同じように計算して、6D 分の V0 かける D やから、これ6分の V0。電場 E が、この部分が半分になってんねんから、それは電圧だって半分になりますよね。OK。だから、まあ、電場も電圧もイプシロン R 分の1倍に小さくなるっていうのは分かっといて。ほんなら、後である18番の括弧6番の別解で使えますからね。OK。ん?ってことで、グラフ書いていくと、下から書いていきますよ。電位が0のところがここです。そこから3分のまず V0 まで上がります。ここが3分の V0 です。で、その後、傾きが緩やかですね。半分、傾き半分ですよ。
だから3分の V0 足す6分の V0 やから、これ2分の V0 になりますよね。この部分の電位は2分の V0 で、さらにそこから3分の V0 上がった場所ですから、ここは6分の 5V0。 はい、まあ、そんな感じで、傾きが電場と対応していますよということでね。で、これ前回言うの忘れとったんですけど、傾きが電場なんだったら、逆に電場のグラフの面積が対応してますよね。そりゃそうや。だって電場って V イコール ED やから、縦かける横を計算してるだけやから、ね、電場のグラフの面積が、ここの高さを表してますね。